ここが中竹くんの塩梅で列を動かすことも動かさないかと思う。なるほど全然行かないっていうパターンも全然行かない。やってみようかな。あれみんなほらスマホ見て分かってないから負けたこれ限界ですやったったやったったんすか。やっちまったやったったんすか。はい、どっちだろう、どっちにやっちゃった。いや、もうごめんなさい。そっちか、ごめんなさい。じゃあ行きましょう、はい、せーの、ダウンゴロどうしよう。じゃあ俺先に入って待ってますよ、はい、何取るかはわからない。まあ一応あれの一応あれで何国っすか。いやいやいややべ、どうしようかすごい南国一押しだと思うんだけど、あ、まだ全然余裕だね。いやでもやっぱな、親善大使さんですから。よし、来たおざます北斗はどこ。北斗あっちの方です。もうお任せしますんで。哲夫先生から何か聞いてないですか。哲夫先生から聞いてないですねじゃあもうこの辺で。わかりました。じゃあ私も。じゃあカウントダウンから。はい。行かせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ行きますよ。150、149、148。ごめんなさい。3210。レッツバッドボーイ。イエイ。やってまいりました。さあ、珍しい組み合わせです。意外にあ、そうか、パチスロ必勝ガイドでもそれぞれね30年以上25年以上やってますけども、うん、2人だけってなかなか。あ、2人だけはね、そっか。そうなんですよ。なんかよくやってる感はあるけど、大体これ何人かでやるっていうパターンが多いんだね。やっぱほらお二人がっちりというね絆があるじゃないですか。お二人誰ですか。マットなそこになんかね割って入れない。ああ、なるほどなるほど。入りにくいとか。入りにくい人ですね。入りにくい先輩ということでね。でもこの二人ですから、はい、もう今日はニューパル対ファミスタみたいな。そうですね。そう、地味な戦いに、ね、ニューパルとファミスタがねここ並んで置いてあるんで。っていうね、もうこの時点でじゃあ他の見ようっていう人がいっぱいいると思うんですけど、うん、はい、安心してください。今日は。ないんです、そういう台が。そういう台がないですもうねスマートなやつしかない。スマートなやつでね、もう台は取ってありますんでね、はい、南国いっぱいありましたけど、分かんない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 って。なんでもう唯一2人とも知ってるあの超有名人気ですよね、はい、まあでもちょっと僕がね抽選180なんとかで遅かったんでちょっとお待たせしてしまいましたけどね。ガルゾー待ちが。ガルゾー待ち。おはよう待ちからのガルゾー待ち。ガルゾー待ちがありましたけど、渚ちゃんをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。別に俺ら押す理由ないんですけど。押す理由はないんですけどね。何の得もないですし、絶対どうにもならないんですよ、僕たちでは。そうなんですよ。彼女はどうにもできないんです。彼女は自分の力で多分やっていける人だと思う、はい。そうですね。じゃあ行きますか。はい。まあ、とりあえず楽しんで。スイカの取りこぼしに注意しながら。それだ。5回はやるんで。そうですね、中竹兄貴の、究極奥義、右下段北斗ピタあるいはあの、白バービタ、どっちかに数えるんですよ、その日その日で。バービタってすごいピタで止まりますからね、今日はどっちに数えますかね。今日はどっちが止まるのかなっていうのも、まあ、ある意味楽しみではあるんですけど、皆さんカチカチ君を手元に置いて取りこぼしをカウントしていただければと思います。はい、というわけで行ってまいります。はい、レッツパチトモ。それではよろしくお願いします。試合開始でございますございます行きましょう。あっ、もうこれだけでテンションがねそう、まあ朝ね、まあかんそんな関係ないとはいえども、やっぱちょっと天気がいい方がね。そうなんですよ。いや、後ろで朝一すぐチェリー引いて25ゲームで初当たり引いて、そこから無双転生行ったお兄ちゃんがいるんで。そんなトントン拍子な人生ね。お、やっちゃった。もう来たじゃないですか兄貴。ほら、これ木田太郎ああ6ゲーム
ありき。おー、はいえー。俺も第3で来ましたけども、俺は第3ですが、お互い。よし。おー、第3。あら、今緑だったべ、ここ。見た。見ました、見ました。奇跡の村。俺は天才だ。あれ。ほら、来た。お酒に失礼します先輩。あれサウザーどういうこと。あー1000円だ1000円やばい。無双転生引いた子は25だったんで、あもうあの子には負けた。でも同じ台本だったらいきますよ。なるほど、ちょっとずれただけ、同じシナリオで。あーす青すげえ。あららダメだこりゃ。マジかよ。今日俺のせいで帰り遅くなっちゃうかもしれない。すいません。すいません本当。あらららららら。あらら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 。やられた。まさか。おさあからの。からのシャオ。あ、来た。あらららやばい、マジでマジであるよあるよあるよ。あ、同じシナリオあるよ。兄貴兄貴。いや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 、ちょっとこんな順風満帆なことがあっていいんですか。すごい。いや、ここで決めるのはダメダメ、これはダメです。これはパワハラになっちゃう。これそうっすね、うん、よくない、よくダメです。俺もやっぱ先輩にパワハラさせるわけにはいかない。1個年上なんだけど後輩なんで。そう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 。さあどっちだどっちだ。ラオ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 。おお、レイ、レイか。あー、これは弱い。下パネは消えず、一応当てましたけど。下パネが消えてない。上の中シナリオぐらいですかね。これはな、これはど、あーこれはちょっと、これはちょっと、これはちょっと、あーうい、あー、普通いつも見てるやつだ。いやなんか久しぶりだな北斗、ずっとファミスタ打ってたんで。そう、北斗が久々というよりもファミスタ以外のパチスロが。そうっすね、やる気満々じゃねえかおい。ああああああ、うわあ、まあ頑張った方だな。忘れないで押しますね。まあ乗り打ちでもいいですよ。こんぐらいだったらね。さあここらでちょっとガルゾーさんと私の馴れ初めみたいな話してみます。馴れ初め。馴れ初めまで結構かかりましたよね。いやそれね、それね、本当だね。ガルゾーさんシャイな人だと。あ、俺シャイですよ、俺シャイです。私もシャイなんですよ。俺結構人見知りなんですよ。人見知りなんですよ、うん、そう。だからなんかよく塾長発信なのか、ええ、まあ、煽ってきますよね。煽ってきガルちゃんが中竹くんと話してあげるまで20年かかったとか言うじゃない。そんなこと、そうですよ、本当にそんなわけないじゃん。だって俺そんな意識全くないんだもん。いやだって俺からしたらもう読者時代からもう見てるわけですよ。はいはい。こっちからなかなか話しかけにくいじゃないですか、ガイド入って。あで当時まだほらなんかすげえいかついコンビイメージじゃないですか。そうですね、イキってましたね。なかなか話しかけられないわけですよ。挨拶はちゃんとしましたよ、うんうん、いやもちろんもちろん。さあ、おーみたいな。そっから多分1対1で会話するまでには、うん、結構かかりましたよ。あー本当に。ただね、まあ、ガイド入ってまだそんな経ってない頃にね、マッパチのツアーに勝手について行かせてもらったりとか、荒川沖センター、そうそうそう、ラビット、
ラビットとチェリーバート。チェリーバート俺その時すげえ嬉しかったんだよな、マッパチ出てもらって。私も超嬉しかった。で一緒にあの特急日立に乗ったじゃないですか、うん、上野から土浦ごときでこの人たちグリーン車乗ったどうやらそのやっぱ本物だわと思ってその時のバスが下ったようで、あの今1万円なんですけど293ゲームですグリーン普通に喋れるようになったの本当ここ5年10年いやもう別にそんなつもりは全然ないんだよね俺そのだ本当歳対歳なんで、うん、なかなか時間かかりますよ、ああ来た今日はバーじゃなくてそっちだった。今日は白い方ですね。来ました伝説の、ああ奥義で出ちゃいましたね。伝説の右下段四角いのビタ止まり。やっぱあの長年パチスロとしか対面してなかったからえどこが俺全然話してたから見てなかった本当に。うわいやシャイですね。シャイだね俺。じゃあ弱水か強水かで刺したんだ。うおおい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 、うわ肉肉肉肉が3つで、あダメ押しダメ押しというか356ゲームこういうのってなんかくんないですか。こういうのこれ、あ、いや、あれありますよ。あると思いますよ。まあ、悪くはないですね。356、白以外。白。あら。もう、この店、時期的、台数的に南国を失ったのはもう、うん、見たいほど分かるんですけど、はい、今日はでも、親善大使さんが来るから、もう、そういうちょっと横島な気持ちもあって、北斗に来ました。あー今日は白の日ですね。やばいっすね。今日は白の日っすね。ちょっと深刻なぐらいやらかすな。あー来た、いきなりっすか、戦力外通告を受けた男たちおラッキ ー助かりましたよ。豪商班の時雲動くことあります？あります。全然見たことない。あるけど、大体俺の場合その次で終わるこれも危ないですよ。豪商派で続いたけどもう一回豪商派で終わるっていうあるあるが。で改めまして豪商派ですと。ほらね、で押し順ナビ。はい、枚数も少ねえぞこれ本当に。連で171枚、下手したら単発だよなこれ。2連っていうかまあ押し順ナビあったんでね、あれなかったら単発でしたから。いいな無双転生まもなく今2400枚ぐらい。朝ちょっと話したからその無双転生のお兄さんとちょっと乗り打ち、三乗りでじゃあ三乗りでやりませんか。さあこれが、おあっそっちか、おお新しい方お願いします。それはいいとこで引いた。もろともスルーしたらつらいですね。ねえでもあるからねそれが、もう一丁、もううわ三発ボボボン、一発目はダメだけど、おいおいおい4発途切れず4発すげえな。もう定格でも何でももう当たっとけよ。もうこれ積もっちゃったパターンじゃないですか。ああ子役的にはそうっすね。俺は非常に危ないですよこれ。ああそれだ、ドン。さすがに、さすがにありがとうございます。4発目の正直でした白かあ、天国引いてくれ。よっしゃ、いやーし、あー白ー白、いやレア役、レア役出てますな。出てますねこれね。
あざっす。シャオン、あざっす。よし、ここはゾーク赤でも弱水かむずいな。さあ開いた、いました、隠れてました。なんかください、なんかください。ラオ、ラオ、お、これは面白くなってきた。いまいち豪勝派、それをもうレイが華麗に、華麗に、レイが華麗にあ、からの、からの、俺ね、あんまこういいことが起こった経験がないんでどうなったらあっちのかがよくわかんねえけど、立ち上がれ、立ち上がれ、うーん、全部逆の方を言ってるじゃないですか。でもまあ分かってますから、はい、なんか、あら、あーなんだ、あーなんだ、どのタイミングでどうくんのかよく分かってないんですよ経験が、成功体験がないの。あー黒いの来た、黒いの来た、ちょっと入れ替わりましたね。いやダメだな本当。ドゥルルルルルですよね、普通だな。さあ、中竹君がファン対応してる間に私は3枚目、これ本当やばい、本当やばい、これ本当やばい。おお、どの台、どの台、隣で、その向こうも良さそう、全力だ今日で中竹君も良さそうだから、これ並んでんじゃない、並びじゃないですかって言われたんだけど、俺すっげえ良くないんだよ多分だから俺谷間にこう座っちゃってる可能性ある。いやいや6腐らせてるんですよ、だといいけどな。もしくは普段の行い、そう、あと塾長に明日ガルゾーさんと2人で収録なんだっつって、何喋ったらいいですかねっつったら、あの多分使えないんですよ言ってください、広島の愛心いいですよ、まあ、使っていいよ、使ってください、使っていいんだ、もう使っていいですよ。広島にも愛人ですか。そうなんですよね広島にもそうなのかな、どうなのかな、もう本当だの。お、ちょっとボタン熱してる、ちょっと指かしもですか当ててくださいね。でもこれもカメラマンの責任ですから、これ撮れ高がもうどうなるかは、もうお好きな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちゃんとやった、多分当ててくれますいやーよかった、12書きますか、もうまだ伸ばす、まだ伸ばす、どうなる、はい、ありがとうございます。やるね、頼もうかな、じゃあ次お伝えします、私が当てたあのバトルボーナスではございませんじゃあキャメラマンともノリでっていうことでノリで負けたら半分負担、そうですね、お願いします。勝ったらでももう半分もらう、よろしくお願いします。今日す黄色、いやでも本当に助かった、本当に助かった。まあ、一応ね、ダメでも取れ高ないんで、まあ、ああいうのやっときはで一応使って、まあ、ああはなんだよお前っていうパターン、そう取れ高の種をまいててさあ、レッツパチトモウィズキャメラマンさあお願いします。もう継続させてくれれば別にそれだけでいいんで、ありがとうございます。今ありがとうございます。さっていう手が自信ある感じがした、ほら、握手してください、握手してください。そんなか、すごい、いや思いもよらぬ才能があった、ね、演者になればいいんですかもはや貴様は、まあ、逆にこれで終わるっていうのもまあ面白いんだけど、
終わったりしてだとしても面白いよ。終わってほしくないけど、終わったとしても面白いよ。大丈夫。いやもう取れたかバッチリ。すごいミラクルだよ。今週の山場ができた。すごいじゃないですか。自分で当てて自分で終わらせる。なんですか。今のは使っていただけるはずですよ。確実に。すげえ久々にあれで終わった俺マジで。いや4分の1もなかなか当たんですよ、ね、知らない人の誕生月を4等分に分けて、あなた何月ですねっつって当てるのと同じですから。結構そう言われるとなんか厳しい感じしてくるな。片っ端から聞いてくるんですよ。4人に1人当てられる自信がないんですよね。赤いベルで赤かった天国。よろしくお願いします。そろそろこれもう俺もう5万使ったら、てか俺も今赤光ったけど謎広角。おいし来た。あやった。落ちてなければ。いや怖いね。怖北斗はねあるからねそれね。えあと何ゲーム。7。あそれはぜひともギリあるんじゃないですか。ちょっと早いけど、でもまあうわっあららら。それにお願いするようになっちゃった。もうあ大丈夫か。これチェリー間に合う。間に合うじゃないですか。5。あじゃあちょうどいいとこだ。ドーンドーンバーン。はい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 。大丈夫っしょ。乗ってた。あ乗ってた。あお、いやその前これ指ポキのリプレイが出てるんだけどね。まあウブじゃなくてもうちょっと。あ俺様のスピードについてこれない。この台おめえには色がねえのか。お気合い入ってました今。はい、私も3回目の初当たり、はい、私も3回目ですね。何が言うの2人とも。もうちょっとオーラ見たくない。オーラ見たくないから。タララ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 ラバトルボーナスゲット。初当たりが357、次が500で今が420、総投資、3万5000円でございます。でも実3回だけどあれベル引いてるから実際はもう単発単発なんです。いやーちょっとチェリーほら来た。もうこれはおよかった。初めて単発を回避。純粋な2連純粋な2連純2連きました。イワシゴッドだったらリーチ目だ。俺もなあ。ああ2連。ちょっとどなたかの取れ高がどこにあるか教えていただけますか。そこまで行くんで。じゃあちょっと漫談でもします。そうですね。クモ。おい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 、はい、入ったって入ったって。何してんの。いやいや蹴りでは終わりませんよ。終わりますね。うるさい。うるさい。髪型は一緒だけど。
やばいですこれ、深刻な取れ高不足、うん、リーチ目、リーチ目、いけ、取れ、白、マニアックだな。きちい、やっべー、はあ、ん、ああ、なるほど、いけるかこれ、頼むよ、これは言ったでしょう、これ言ってなかったら明日の弓バカサンギリス、俺ニューパルサーの T シャツできますから。ぜひどうなるだろうね、本当に帰らされるかな。うわー、チェリーダメだったの、マジで、いやこれ本当にやばい、本当にやばい。でも移動つっても結構やっぱ皆さん手だれな方が多いんで、空いてる台はもう見切られた台しかないんですよ。さあ、てってれーん、てってれーん、5枚目久々だな、ここまで行くの。中チェ引いて28ゲームでこうなったな、これは遅い。あ、でも押し順、押し順ナビも出てる。え、何それ、俺初めて見た、その押し順ナビ、レイのところで。たまたまですかね。ちょっとレビン君に聞いた方がいいんじゃない。いるのかい、いないのかい、いた。超嬉しい。いやよかった。17年間生きてきて一番嬉しいです。色ついた。もう、ほうほうほう、ラオツケッ、ないよね。なんで今出てくんだよ。おお、1ゲーム目、おお、やっと、はい、やっと使えるところが来ましたね。ちゃんと音取れた。おお、すげえすげえ、それはすごい、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、これ継続率偉いんですか。いや、それもそれは、うん、北斗ゾロイとかじゃないんですか。いや、ありますよ、あります、ありますよ、ある、あるのはあるんですけどね。おー、来た。これ7狙ったら7揃う、7揃うけど、揃うけど、ここはね、サムネ用にちゃんと揃えましょうか。ここはやるなー、イエス、1ゲーム連でね、やだな、プレッシャーだなー。ちょっとレインボー以外でお願いします。白白ってあるの。北斗揃い白ってあるんですか。ありますよ、ありますよ。あー、怖えよ。お、ラオウ、楽勝楽勝楽勝、あ、え、わお、おお、危ない、取りこぼすとこだった。これはちょっと避けるっしょ。ちょっとこれは面白いんじゃないのか。よしよしよし、ちょっとこれは頼む、あ、ちょっ、頼む頼む、どこどこ、ここそこ、あい、あいなんだ、あいあいなんだ、あいばっかっすね、あらあらあらなんだ、知らぬが仏っすね。俺結構続くんすよ、ゴーショーファーケーン、ゴーショーファーケーン、ゴーショーファーケーン、ゴーショーファーバシュン。あら、あー、うわー、早いわ。もう1回ぐらいあると思ったんだけどな。4連、4連の壁はちょっと高いですね。いや、もうこれ以上追うともう本当ダメなんで、51本ですね、720ゲーム、じゃあ皆さん、あのマイクで言った方がいいかな、大丈夫かな。ちょっとジャギステージの俺はどうしたですか。
ガルドさんも辞めたことだし、私もジャケステージ終わったことだし、辞めざるを得ませんね、これね。投資が2万4000円の獲得304枚。そんな感じです。はい、僕ちょっと先に辞めましたので、ちょっと他のね、機種のチェックをしてみたいなと思ってるわけですが、ちょっと見てください、このあからさまにやっちゃってるなっていう、えらいことになってます、これ。南国マジでやばい。4000枚、5000枚、2000枚、すげえよ。いやーもう完全にね、南国だったんじゃないかと。2500万円で4000枚、すげえな。これまだあるんですか。69台、日本最大設置台数69台。いやー完全に当たり島になってるね、これね。よう出てるわ。もう3000枚2000枚、ここ3000枚、すげえな。これもう完全に南国でしたね。本当に本当に南国に行ってやりよかったっていう。で、バルブレイブとかがどっちになるんだろう。バルブレイブがね、バルブレイブも結構ブーブーブーもなかなかやってましたよ、これ。あーやっぱ持ってるなー。5000枚オーバー、3500、おお9000、9300枚、2000枚、ここも9000枚。ブーブーブーもすごいね、これ。いやーここも4500枚、4200枚、ここは1700枚ぐらいか。2000枚、からくり。あーやっぱでも稼働がもう全然いいもんね。だからこの後もっといくでしょう。稼働が全く落ちてないから、やっぱ続けるね、理由があって続けてるってことでしょうから。いやーだからまあ南国メインで、まあブブブとからくりも全然、まあ朝やっぱバールブレイブを先頭の人って言ってましたし、で南国はまあ69台、日本最大設置台数なんで、朝は空いてたりは、俺らが入った段階ではまだまだ空いてたんだけど、まあオールやっちゃってんじゃねえかっていう感じですね。全体で言ったら、まあ、北斗はちょっと抑えられてたかもしれないけど、これはしょうがないです。だって俺ら南国座ろうと思えば座れたわけですから、もう自己責任ということで、いやー十分でございます。いいもの見させてもらいました。レッツパチトモ実践終了でございます。いやもう後悔しかなかったですね。はい、だからなんかいろいろひっくるめて犯人は俺じゃないかと思ってるんですよ。まあ私でもある。まあ確かにガルシが来るんだからっていうのはだから俺がちょっと悪影響を与え、ここが俺じゃなかったら、もしかしたら南国行きましょうよとか教えますよっていう誰かだったら、誰かだったらそうなってたでしょうけど、やっぱこの2人になっちゃったんで、うん、ちょっと意固地じゃないですか。そうなんですよ、意固地なんですよ。これがおじさんですから、新しいことをするのが怖い年頃。そうそうです冒険をもうしなくなっちゃってるというね。もう南国があれだけ出てればこっちが悪いっていうことになるじゃないですか。悪いです。なんだよこの店全然出てなかったじゃんっていうことじゃないんで、もさっきカウンターの店員さんに謝っときました、うん、ちょっとした出玉をね、最後の残りカスを交換したんですけど、なんか俺見て笑ってるんですよ店員さんがねすいません負けましたっつって、すいません僕となんか打っちゃってとか言って、うん、南国でしたねっつって謝ってきましたちょっともう呼ばれないかもしれないまあ我々、まあ、我々というよりまあもうガールズをもうね、こうもしあのね首にもう パチとももう首ってことであれば、一回だけそのパチトロ版戦力外通告を受けた男たちっていうのを一回それで一回呼んでいただいて、いあと一回ありますよあの琵琶湖ちゃんが、あ琵琶湖ちゃんがガールズさんとやらせてくれとやらせてくれっていうね、まあ、お願いがあったし、まあ、ね、オファーがね、そうユニフォームまで指定できるね。そう、巨人とカーブのユニフォーム着てやろうやって言っといてっていうのを今日車の中でね、なんか俺から結果俺もオファーしてる形になったんで、それがなかったら
あの僕がもう戦力外、戦力外美和子ちゃんごめんなさい、トライアウトももう落ちたというふうに思っていただければあ、まあ、あとねあれですよ、あのパチ友っていうぐらいですから、うん、やっとあの友達になるいやそれやっとっていうの本当にやめてもうなんかすごい感じ悪い人みたいな、お互い人見知りなんでシャイ同士だから、トゥーシャイシャイボーイですから、このなんか普段だったらあんなね、はい、ガルゾーさん普段何してるんですかなんて聞けですからね、うん、そうですね、まあ、そういう意味ではよかったかな、よかったです、はい、また明日から楽しい2人の関係を、はい、築いていきましょう、はい、これからもよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いしますというわけで、はい、レッツバチだろー。